皆さんこんにちは、うみこです。今日は私が車中泊で使っている自作キャンピングカーの車内紹介をしたいと思います。マツダのボンゴがベース車両になっているのでボンゴちゃんと呼んでます。一般的にはね、ただのボロい車にしか見えないと思うんですけど、もう私はめちゃくちゃこれ愛着があるので本当に可愛いんですね。2年前ぐらいに達夫と2人で作ったんですけど、いろいろとアップデートもしてますので、改めて皆さんにお見せしたいなと思ってこの動画を撮ってます。まず旅のコンセプト的なところを少しお話ししたいんですが、私とパートナーの達夫でボンゴ以外にもう1台自作キャンピングカーを持っているんですね。それが日産のキャラバンをベースにしたものになるんですが、達夫と2人での車中泊ではそちらをメインに使ってます。キャラバンはですね、ワイドハイルーフスーパーロングっていう一番大きいタイプの車両になるんですね。身長156センチの私だと車内で完全に立つことができますし、2人旅でも十分なスペースが確保できてすごく気に入ってます。ですが狭い道だと通行自体が難しいっていうところがあったりとか、あと肉なのであんまり険しいところとか雪深いところは行けなかったりとか制限があったりするんですね。キャラバンよりもコンパクトで悪路でも対応できる第二の車中泊車みたいなテーマで作ったのがこちらのボンゴちゃんになります。ボンゴはね、車両が大きすぎないので運転しやすいところも気に入ってます。主に私一人でフラット旅するときに使ってるんですけど、2人の車中泊でも対応できるような設計で作っているので、雪深い場所とかキャラバンで行きづらい場所とか、達夫と2人で旅するときにも活躍してくれてます。ではでは詳しいところをお話ししていきましょう。ベース車両はマツダボンゴ、走行距離12万キロの中古車を39万円で購入しました。ハイルーフのタイプになります。ハイエースとかよりも小型の版で、身長156センチの私が車内で立つとこんな感じで、座ってるとこんな感じです。まあめちゃくちゃ広くはないですね。パートタイム四駆がついているっていう点も購入時に魅力に感じました。レバーでこのようにですね、肉と四駆を切り替えることができます。これがざっくりした車内の間取りですね。右側に運転席、助手席があって、その後ろにキッチン、さらに後ろにリビングルーム兼ベッドルームとして使える空間があります。この車両にはシャワーやトイレはついていません。日本にはね、本当に素晴らしい温泉だったりとか入浴施設がたくさんあるので、そちらを利用させてもらったり、夕方出て1泊して帰るみたいなプチ旅の場合は家でお風呂入ってから出かけることが多いです。お手洗いは基本的に車中泊する場所が公衆トイレのある駐車場を選んでいるので、そちらをお借りしてます。では早速キッチンから見ていきましょう。運転席から後ろを見るとすぐキッチンになってます。こんな感じで料理をしているわけなんですけど、右側に冷蔵庫を置いていて、イーノライフっていうところのを使ってます。30リットルのものです。一人車中泊の時はもう十分なんですけど、達夫と2人で行く時も30リットルあれば安心かなって思います。でこれ実際に置いてみたら、壁の出っ張ってるところに当たって途中までしか開かないというやばいと思ったんですけど、使ってみるとね、意外と普通でした。で左側の方にシンクがついてまして、水道からこんな感じで水が出るようになってます。料理が好きで結構自炊をすることが多いので、こういった鍋も洗えるようなサイズのシンクにしてます。この水道がですね、昔はこういうシルバーのものをつけていたんですけど、壊れてしまって最近付け替えました。黄ばんだのみたいな色してるんですけど、元からこういう色のやつなんですね。ダサいかもねみたいな話があったんですけど、実際使ってみたら前のやつに比べてひねるところがすごい軽くてめっちゃ使いやすくて結局良かったです。この水がどこから来てるかというと、この後ろのチューブを通ってここに給水タンクがあります。冷蔵庫の真下ですね。20リットルのタンクを置いています。こういうポンプでタンクの中に入ってる水を汲み上げて水道の蛇口から出てきてるわけですね。こんな感じでスライドドアを開けて給水タンク出し入れしてます。逆に排水はどこに行くのっていう話なんですけど、シンクの真下に排水タンクを置いていて、管を通ってこちらに流れてくるっていう形になってます。排水の処理なんですけど、このグレーのホースが外せるのでタンクだけ取り外して排水を捨てるっていう風にやってます。
排水の溜まり具合を車内からもチェックしたいので、ここに覗き窓をつけてます。ここからがキッチン関係の収納のお話になるんですけど、ここ引き出しがついてます。こんな感じで引き出しからいろいろ小物を取り出して使ってます。で、中身こんな感じになっていて、ナイフとかスプーンとか細かいもの入れてます。100均で買ったボックスで仕切りを作ってぐちゃぐちゃにならないようにしてます。あと走行中に引き出しが開いてしまうっていう問題があって、これがすごい鬱陶しかったので後からストッパーをつけました。これは小さいお子さんのいたずら防止の商品を使ってます。引き出しの下にはこういう感じでトレーを置いて、食器だったりとか調味料とか、あとラップとかアルミホイルとかを入れてます。で、これも最初トレーなしでただ入れてたんで、もう物がバタバタ倒れまくってですね、大変だったんですよ。これはたまたまなんですけど、トレーを入れたらトレーの裏側に突起がついてて、それがうまい具合引っかかってこう動かなくて、すごい安定してます。この隙間にまな板と木のお皿入れたりしてます。これはいつも使ってるコンロですね、岩谷さんので、ただ置いてると走行中カタカタ言うとうるさかったんで、カインズで買ったケースに入れて給水タンクの隣に置いてます。鍋とか炊飯器とかもこの辺に置いてます。油が跳ねるような料理を作る時のためにレンジガードを立てられるようにしてて、こんな感じで使ってます。ここに細い溝がついてるんですけど、この溝に立てるようにしてパネルを設置する仕組みになってます。シンクの上に小さいタオル掛けをつけてます。これも後からつけたやつで、キッチンクロスとかゴム手袋とか干してます。これはね、セリアで見つけました。給水タンクの隣に FF ヒーターという暖房器具をつけてます。スイッチはですね、マジックテープでこちらに固定をして、車内からアクセスしやすいようにしてます。これ前固定してなくて本当にあっちこっち行ってですね、毎回探すのがすごい大変だったんで、これもやってよかったアップデートのうちの一つですね。実はこれも最近壊れてしまって、タツオとウミコチャンネルの方に修理の様子をアップしているので、気になった方はそちらもご覧ください。さっきの水道も換気扇もそうなんですけど、本当に同時期ぐらいにいろいろ壊れ出して、ちょうど作ってから2年目ぐらいのタイミングだったんですよ。なので2年ぐらいでガタが来るものなのかなって思いました。で、キッチンから後ろ見るとこんな感じになってるんですけど、ここにスイッチパネルをつけてます。このスイッチをこう入れるとですね、照明のオンオフができて、で、照明がですね、前に2つ後ろに2つで、棚のところに間接照明的なものをつけてますね。こんな感じです。このスイッチとつまみは何かというとですね、キッチンの上についてる換気扇のものなんですけど、今壊れちゃってて、これから修理予定という状態です。スイッチパネルの裏側に走行充電の充電器をつけてます。そしてここからだとよく見えないんですけど、さらに奥にソーラー充電の充電器とサブバッテリーを2つ積んでます。屋根に 300W のソーラーパネルを積んでいるので、天気のいい日はここから充電して、車を走らせるとメインバッテリーからも充電できるっていう形になってます。もともとサブバッテリーはなしで、ここにブルーティーさんの AC200P っていうポータブル電源を置いて使ってました。これが超大容量のすごく頼りになるやつで、2年間ずっと使ってたんですけど、この度サブバッテリーを積んで電気周りを大幅刷新しました。タツオとミコチャンネルの方でその時の DIY 動画を出していて、今回の変更の理由だったりとか DIY の詳細が分かるようになってますので、気になった方はそちらをご覧ください。走行充電器の上にサブバッテリーの監視ができるモニターがあって、ただ置きっぱになってるんですけど、これ後ほど固定予定です。で、インバーターもこちらにありまして、家電とか使うときはここにコンセント挿して使う感じです。で、このままだと使いづらいんですよね、すごく。なので後々このスイッチパネルの上あたりにコンセントとか USB のポートとか Type-C のポートとかつけて、もっと使いやすくしようかなと思ってます。次、この棚ですね。この棚を紹介したいと思います。この脇のところにですね、フックがついてて、こういう感じでハンガーかけたりとかゴミ袋かけたりとかして使ってます。こんな感じで一番上の段はちっちゃいポタデンとかもろもろ乗せてます。この黄色いボックスの中に細々したものを入れてて、こんな感じでですね、出し入れをするんですけど、
どんなものを入れてるかというとですね、1個目の箱はスピーカーとかファンとかコード類とか、もう1個の方は絆創膏とか手鏡とか歯ブラシとか入れてます。2段目の段はですね、カーテンがついてて、これ手作りのカーテンなんですけど、ちょっと広めのスペースになってます。普段は服とか入れてることが多いですね。で、こんな感じでカーテン開けて、ここから物を取り出してっていう感じで使ってます。実はですね、これ下が開くようになってるんですよ。いつも開けることはないんですが、ここが開閉式になってることで、下にあるサブバッテリーのメンテがしやすいようになってます。この空間がリビングルーム兼ベッドルームになるんですけど、今リビングモードになってる状態ですね。で、テーブル座るとこういう感じです。一人でご飯食べる時とかこんな感じで、すごい広々使えてます。達夫と二人でご飯っていう時もこれ十分な広さがあってですね、かなり快適に食卓を囲むことができてます。食後はね、テーブル横のスペースでゴロゴロしたりとかしてますね。このテーブルが展開式になってて、この足をですね、折りたたむとこうベッドにできるようになっているんですね。それでこのようにフラットなベッドの状態になるっていう感じですね。そんなにものすごい広いわけではないので、リビングスペースとベッドスペース切り替えができるこの展開式にしてます。寝るときは手作りのクッションを敷いてベッドみたいな感じにするんですけど、クッションカバーは合皮と、あと裏側がですね、滑りにくいようにこのスウェードっぽい素材を使ってます。中身はですね、こんな感じのなみなみのスポンジを入れてますね。寝袋は基本ボイテッドのものを使ってます。こういう感じでですね、柄がすごい可愛いんですよね。で、枕は100均の300円商品なんですけど、結構良くて、今洗濯中なんでちょっとないんですけど、枕カバーも100均のやつを使ってます。シェードもね、車中泊には欠かせないグッズだと思うんですけど、これ実際にやってみて分かったことなんですけど、シェードだけだとですね、あのフロントガラスのところから結構光が入ってくるんですよ。なので運転席側とこのリビングスペースの間にこういう感じでつけれるカーテンを作りました。これマジックテープでピタッとつけれるようになってます。マジックテープでつけることにより、上側にこう隙間が開かないので、より光が入ってこれないようになるかなと思って、こういう形にしました。余談なんですけど、車内シアターをするときにですね、カーテンに映像を映すことができて結構いいんですよ、これが。で、たまにボンゴの側面にですね、養生テープでペタッとこのカーテンを貼り付けて野外シアターしたりもしてます。これもすごい楽しいです。寝るときはこんな感じですね。一人で寝るにはもう十分なスペースがあります。で、達夫と二人で寝るとこんな感じになります。これあのリアハッチ開けたところになるんですけど、ベッドの後ろにミアをつけていて、リアハッチを開けた時にも外から車内が丸見えにならないような形にしてます。ベッド下にはいろいろ荷物を入れれる収納スペース、今すごいごちゃごちゃになってるんですけど、収納スペースがあります。で、ここにフックをつけてちょっとしたものがかけられるようにしてます。で、最後これが運転席ですね。で、いつもこんな感じで運転をしています。マグネット式のスマホホルダーをつけてて、こんな感じでスマホを固定しています。これで Google マップ開いて、目的地までのルートを見ながら運転している感じですね。シガソケから電気を取ってスマホを充電できるようにもしてます。ここのボックスの中にはクロスを入れてて、結露とかなんか汚れた時とか、こんな感じで窓拭くように使ってます。あとね、急な雨があってもいいように折りたたみ傘を入れてます。ほんで、ここにあるのがサブウーハーのリモコンなんですけど、ただ置きっぱなしにしてるとあっちこっち行ってしまうので、100均で見つけたこの白いやつ、カチャッとはまるようになってるんで、これで固定するようにしてます。サブウーハー自体はこの運転席のすぐ後ろに置いています。はい、以上ざっくりとボンゴの車内を紹介してきました。やっぱりすごい可愛いんですよね。自分たちで作ったっていうのがあって、すごい愛着のある車なので、2年経っていろいろガタが来てしまってはいるんですけど、これからもいろいろメンテしたりとかアップデートしながら大事に使っていきたいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。